どうも、松田役をやらさせていただいております、前田剛輝です、棚心隠しております。さあ、3話、ご覧いただけたでしょうか、ご感想等はまたあのツイッター、インスタ等で、お待ちしております。そして4話のあらすじを言いたいと思います。4話ですね、第2のキラー、ミサミサがキラーに、接触を図ろうと企てます。果たしてうまくいくのかといった完全にキラー側の、見どころでございますけども、私松田から言いますと、キラー対策室に入って、これもまた名台詞が吐けたんです。八神係長に対して言ったことなんですけども、これは本当に言いたかったセリフだったので、現場で本当自分でこうやって言った時にすっごい嬉しくなったのを、嬉しく、それがまあ松田として言えてたらいいなと、皆さんがどう感じていただけるか、楽しみでございます。第4話の、デスノート放送は7月26日日本テレビさん、夜10時半からでございます。お楽しみにしててください。棚心。